皆さんこんにちは、秋葉人です。また何やらアマゾンから届きました。こうやってね、買い物しちゃうからいけないんだけどね、とりあえずちょっと開けてみたいと思います。普段はね、秋葉原にいるんですけど、商品をいじくることは結構します。だけど実際はね、やっぱり価格の問題があるので、アマゾンとかね、そういう方を利用した方が安い時があるんだよね。だからいけないよね、本当に。あれポチってやると終わっちゃうからね。はい、出てまいりました。わ、いつものように下に段ボールと絡まってますが、今回出てきたのは、よいしょよいしょ、はい、こちらが新しく出ました CXO700V です。今回はね、なんか若干ではありますが、変更点があるということで、まあ、ビデオカメラね、今まで使ってた550、それから520、いろいろ使ってきたんですけど、ソニーのはね、やっぱり暗いところで室内撮りとかにものすごく向いているので、いい感じですね、結構ね。で、中からは、まあ、保証書だとか、いろんな、マニュアルが出てきます。で、中を開けると中はこんな感じですね。いろいろ入ってます。まずリモコン、このリモコンがね、結構便利だよね。ポチッと押すとできちゃうので。から各種ケーブルですね。はい、各種ケーブル、それから、AC アダプター、それからバッテリーですね。今回もね、前回の、550と同じ、V 型のバッテリーを採用してます。なので、今まで従来お持ちのお客様であれば、もう全然問題なく使っていただけると思います。またね、ここでバッテリー違うタイプなんかで装着されちゃうとね、買い替えなくちゃいけないので、うーんって思っちゃうんですけど、今回は V 型です。ただ、520を持っているお客さんは H 型なので、H タイプのやつは残念ながら使えません。ここがね、本当は 使えたらよかったですよね。はい、これが、あ、出てきました。お、いきなりなんか出てる。はい、これが、CX700V ですね。新しく出た感じのやつですね。ですね、持った感じ、これ前のとね、持った感じの触り心地は全然違うのね。なんか、前回の550に関してはすごく光沢があったんですけど、今回は、マット系ですね。光沢がない感じで、ちょっとダラダラして、手から滑らないような感じの作りになってます。これね、指紋がつきにくいからね、いいんだよね。あと光反射しないからね。大きさ的にはどうなんだろう、これ後でちょっと比較してみたいと思いますが、重量はね、若干軽くなったかな。まあ、バッテリーはめてないからかな。はい、こんな感じで CX700V 出てまいりました。では実際に、電源を入れてみたいと思います。